はい、ゆうです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日はショベルヘッドの車検が切れてしまったので、ショベルヘッドの車検を今、ヒューンモーカスさんの方に出して、これから取りに行こうかなと思います。で、今回は、まあ、ショベルヘッドの車検の期間とか、あと料金とか、その辺諸々を含めてお話ししていきたいなと思いますので、最後までチェックしていただければなと思います。ではこれから、ヒューモーカスさんの方に向かっていきたいなと思います。はい、ヒューモーカスさんの前に到着しました。これからね、車両をピックアップして、ガレージにね、帰りたいなと思います。で、詳しい説明もちょっとあると思うので、その辺諸々含めてご説明受けてこようかなと思います。では、お店の中入ってきます。はい、そんな感じで、ショベルヘッドの引き取りが終わりました。まあいろいろお話しさせていただいて、どういう感じで車検を進めたとか、そういう話もさせていただいたので、とりあえず一旦このまま帰ってみようかなと思います。久々にねショベルヘッド乗るので非常に楽しみです。でヒューモーカスの皆さんね、いつもご対応ありがとうございます。また引き続きお世話になると思いますので、よろしくお願いします。ではとりあえずショベル乗って帰ろうかなと思います。はい、ガレージの方に着きました。久々にこのガレージの前にこのショベルヘッドが戻ってきて非常に嬉しいなと思います。で、今回なんですけども、まあ、車検やって、その際に色々交換した部分もあるので、その辺も紹介していきたいなと思います。で、まずオイル関係ですね。オイルはエンジンオイルがこの中に入っているんですけども、エンジンオイルを全部交換したのと、あとギアオイルですね。ギアオイルも交換しております。オイルはどちらもアッシュのオイルを採用していただいております。他にもいろいろワコーズとかヒューモーカスさんの方で用意はあるんですけども、今回はアッシュのオイルをチョイスしています。であとここですね、ブレーキフルードも交換しております。ブレーキフルードはハーレー純正のドット4のブレーキフルードのオイルを使っています。であとまあこのシート下なんですけども、シート下にバッテリーが入っていて、バッテリーも新品に交換してあります。まあ手に入れてから2年間経って、まあバッテリーの消耗だったりとか、まあオイルはね定期的に変えているんですけども、ブレーキフルード変えたりとか、まあ必要最低限なことはやっていただいて、今ね乗ってきたんですけども、かなりね調子よく走れてます。で、車検のかかった時間なんですけども、4日間ぐらいですね。日曜日に出して、今日水曜日なんですけども、水曜日にピックアップしたので4日間かなりねタイトなスケジュールの中でやっていただいております。で一応もともと予約というかお願いはしていたので、まあそのタイミングで、ね、やっていただいたので、突然車検お願いしますって言われても4日だと難しいところはあるかなと思うんですけども、事前に予約をして段取りを組んでいただければ4日でできると。まあでも大体1週間ぐらい見ておいた方がいいかなと思います。料金は全部込み込みで15万円ぐらいでした。今回はオイル変えたりバッテリー変えたりもろもろやっていただいたので、まあ、通常の車検代単体よりは少しね膨れてしまったところはあるんですけども、ただまあ古いバイクなんで一応いろいろ細かい部分までメンテナンスしていただいたので、だいぶ調子良くなった気がします。まあ、多少ねやっぱり古いエンジン積んでいるところもあるので、まああの55年前のエンジンとかパーツ使っている部分もあるので、まあ正直にガタが出てくるところもあったりなかったりするんですけども、まあそういう部分もね、しっかり対応してもらっているので、だいぶ調子よく走れてます。で、ブレーキフルードとかオイルもね、交換していただいたので、エンジンの周りとか、あとフロントのブレーキの効きとか、リアのブレーキの効きもだいぶ良くなっています。まあこれでね、また2年間しっかりいい形で乗っていけそうな気がするので、引き続きね、このショベルも登場してくるので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。はい、そんな感じで今回は1967年のショベルヘッドの車検についてお話ししました。まあ、ショップさんによっていろいろやり方違うとは思うんですけども、今回はねいつもお世話になっているヒューモーカスさんの車検どんな感じなのかなっていうところについて動画にしてみました。またねこのショベルヘッドいろいろいじるところもあったりするので、引き続きね動画の方でもアップしていこうかなと思いますので、チェックのほどよろしくお願いします。この動画ではバイクをはじめ自分の興味あることをご紹介しておりますので、いいねやチャンネル登録のほどよろしくお願いします。あと Twitter、Instagram もやってますので、そちらもチェックしていただければなと思います。ではでは。